ローワーメイクフィールド郡区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のバックス郡のタウンシップである。2010年の国勢調査での人口は32,559人だった。ローワーメイクフィールドのある地域ではヤードリーボロが有名であるために通常はヤードリーと呼ばれる。ヤードリーボロは人口も面積もずっと小さく3型をローワーメイクフィールドに囲まれ、 他の市方はデラウェア側である。ロワー,ーメイクフィールドタウンシップはフィラデルフィア都市圏にあり、その犯罪率は都市圏の中で最小である。北と東はニュージャージー州の小さな町いくつかと接しており、それらはニューヨーク都市圏に入っている。住民の多くは日々ニューヨークかフィラデルフィアに通勤している。2010年時点で 世帯あたり年収と家族あたり年収の中央値は、ペンシルベニア州の人口1万人以上の自治体で第1位だったが、全国で見ると世帯あたり年収の中央値で第78位に過ぎない。しかし、非公式の2006年のデータでは世帯あたり年収の中央値で第31位まで上がっており、合所分所得では第9位だった。これは、 他の年収が高い自治体と比べて比較的低い、税率と著しく低い住宅価格によるものである。実際に生活費は隣接するニュージャージー州、ユーイングタウンシップと比べて低く、ユーイングの世帯あたり年収はローアーメイクフィールドの半分程度であり、逆に犯罪率は数倍も高い。雑誌マネーと CNN マネーによる住みやすいところランキングで、 アメリカ合衆国東部の人口10万人以下の分類では常に上位に入ってきた。ワシントンとか歴史公園がロワー,ーメイクフィールドタウンシップのまさに境界線上にあり、隣はアッパーメイクフィールドタウンシップのワシントンクロッシング地区である。1776年12月25日から26日の夜にこの地点からジョージ・ワシントン将軍と大陸軍及び 民兵の部隊がデラウェア川を渡りニュージャージーのトレントンまで行軍した。そこで起きたトレントンの戦いで村とその周辺に宿営していたドイツ人傭兵部隊を破った。この野衆と勝利によってその後に起きた第二次トレントンの戦いとプリンストンの戦いにおける勝利の踏み台ができた。このデラウェア川とかとトレントン及びプリンストンの作戦は 最重要な10日間と呼ばれるようになり、ワシントン軍を水滅から救い、その後の戦闘につながり、最終的な勝利を得ることを可能にした。2011年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件で、ニューヨーク市の世界貿易センタービルでは、ロワー,ーメイクフィールドタウンシップ10人が6人が死亡し、州全体で29人が死亡した中でも最も多い自治体となった。 住人の中には、ユナイテッド航空175便の基調も、含まれていた。このように多かったのは、町からマンハッタンに通勤する人が多かったためだった、可能性が強い。ロワー,ーメイクフィールドの内政記念の庭園は、この事件の直後に開発され、事件で命を落としたバックス軍17人の命に、捧げられ、事件全体の犠牲者2973人すべての、 栄誉を称えている。ペンシルベニア州は、この内政記念の庭園を、事件の公式記念碑に選定し、2006年9月30日に、正式に除幕された。140万ドルをかけたこの記念碑は、ヤードリーの建築家、ルイバラシクが設計し、世界貿易センターを表彰する2つの噴水がある。 犠牲者2973人の名前が刻まれたガラスパネルの並びである記憶の歩道、バックス軍の犠牲者17人の名前が刻まれた記念のレールもある。毎年アードリーンではシェフと一緒の調理という募金行事を行い、この内政記念の庭園の維持のための資金を集めている。2004年10月28日、当時の アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュが2万3000人の監修とともにルスライトの広さ84エーカーのブロード・メドーズ農園を訪問した。これは大統領選挙のための集会だった。ドーリンゴンビレッジ歴史地区、ジョンとフィニアス・ヒューズの邸宅、エーモス・パーマー邸、スレートヒル墓地、ベンジャミン・テイラー屋敷、ビレッジ・オブ・エッジウッド歴史地区が アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ローワーメイクフィールドは過去数十年間で爆発的な成長を経験したが、2000年代に入って住宅危機が厳しい影響を与えたために発展がかなり鈍化し、人口はやや減少することになった。この減少は大学に入る年齢の多くの若者が街を離れたことによっている。 1990年代の住宅ブームは青年期の住人を大きく増やし、彼らが成人年齢に達して街を離れて行っている。2000年以後現在も小規模な住宅開発や会社の建物が建設されてきた。特に週刊高速道路95号線周辺のストーニーヒル道路回廊では、 1998年のストーニーヒル道路1000から1040までのオフィスビルに始まり、タウンシップライン道路600から800が続き、タウンシップライン道路777のビル、小売業地区に近くストーニーヒル道路645に建設中の新しい年齢制限のある複合住宅と続いた。しかし、 タウンシップは成長と保存の間の強力なバランスを計画して維持してきており、住民に提供する生活品質にとって大変望ましいと考えられている。2007年12月19日、ロワー,ーメイクフィールドタウンシップに退役兵の記念碑を持ってくるための委員会が結成された。2008年10月15日、ロワー,ーメイクフィールドの監督官がファーマーズマーケットの場所を 退役兵記念碑を置く場所に指定することを全員一致で承認した。11月9日、ポケットパークは正式にベテランズスクエアと改名された。退役兵委員会がこの記念碑を建設するために税金を集めず寄付に頼ることを決めた。このプロジェクトはエッジウッドビレッジと呼ばれる地域の開発で重要な位置を占めている。公園はファーマーズマーケット 遊戯場としてのスペースを残し、そこに記念碑が立つことになる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は18.3平方マイルであり、この内陸地17.9平方マイル、水域0.4平方マイルであり、水域率は1.97%である。ロワー,ーメイクフィールドはデラウェア側に接しており、その対岸はニュージャージー州である。 ニュージャージー側の岸に並ぶのは、マーサー郡、ホープウェルタウンシップ、ユーイングタウンシップ、トレントン市である。ペンシルベニア州側では、バックス郡のアッパーメイクフィールドタウンシップ、ニュータウンタウンシップ、ミドルタウンタウンシップ、ホールズタウンシップ、ップモリスビルボロであり、またヤードリーボロの場合は3方を囲んでいる。ロワー,ーメイクフィールドと、ヤードリーボロの郵便番号は19,067。 であり、これには、デラウェア沿いの南東にある、モリスビルボロの領域も含まれている。しかし、モリスビルボロははっきりと別の自治体であり、独自の政府、教育体系、警察署、消防署、スポーツ計画を持っている。ロワー,ーメイクフィールドタウンシップは、独自の自治体裁判所も郵便局も持たないことで、北アメリカの人口最大の自治体である。自治体裁判所は南東にある。 モリスビルボロの中にある。この関係を変える計画はない。郵便局は現在もモリスビルという名前を残し、実際の所在地はホールズタウンシップの中である。以前のモリスビルボロは人口が多かったが、過去30年間はロワー,ーメイクフィールドの方が成長し、モリスビルは人口でも面積でもかなり小さなものになっている。2010年国勢調査時点での 人種別人口構成は、ヒヒスパニック白人87.7%、黒人2.3%、インディアン0.1%、アジア系6.3%、根結1.3%、ヒスパニック系2.4%となっていた以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ローワーメイクフィールドは、ペンズベリー教育学区に属しており、この学区は、 ペンシルベニア州でもトップクラスのブルーリボン学区である。ペンズベリー高校のプロムは世界的な名声があり、2004年スポーツイラストレーテッド史上級記者のマイケル・バムバーガーによる小説ワンダーランドアメリカの高校生の1年は批評と商業的賞賛を得て出版された。2002年から2003年の教育年度に基づき一握りの高校生が シニアのプロムを中心として、高校の試練と観覧シンクにいかがに耐えるかを扱っている。パラマウント映画が、MTV 映画と共に、この本の映画化権を持っている。2004年、グラミー賞を得た、シンガーソングライターのジョン・メイヤーがこのプロムで演奏した。それ以前に、マルーン・ファイブ、マイケル・トルチャー、イブロックが、ペンズベリー高校で演奏していた。シャディブルックの応援は、 地域住民に人気のある場所である。大きなファームマーケットとガーデンセンターがあり、多くの行事を開催している。例えば秋のカボチャ祭とホラーフェスト、クリスマスシーズンのサンタの村とホリデーライトショー、イースターエッグハントがあり、また年間を通じてワインコンサートやアップルフェスティバルがある。2006年6月。 クエーカータウンにおけるバックス軍消防士協会第88回パレードで全員がボランティアのヤードリーメイクフィールド消防団が裁量消防団賞を獲得し、さらにマリーン部隊、副所長あるいは所長者、空中タワー、1分間排出量1500ガロンの放水車、京急炎ポンプ、1965年以前の自動化機器、音楽を伴う更新の 各分野でも第1位を獲得した。スレートヒル墓地はヤードリー・モリスビル道路とマーロンドライブの交差点にある。バックス群ではおそらく最古の墓地である。1690年に設立され、今も1698年の日付のある墓石がある。また、日付がわからなくなった墓石も多い。それらは、 初期開拓者のものと考えられている。ロワー,ーメイクフィールドのレクリエーション施設として1989年に開設された広さ92エーカーのマックルズフィールド公園がある。ロワー,ーメイクフィールドタウンシップは独自の18ホールゴルフコースであるメイクフィールドハイランズゴルフクラブを開発し2004年にオープンさせた。三州地域では 唯一のリンクスタイルのゴルフ場である。パー72のコースは、リック・ジェイ・コブソンの設計であり、ハイランズグリルレストラン、プロショップ、ゴルフ教室、及び練習場が備えられている。2006年10月、第15回アードリーメイクフィールドサッカー、コロンバスハイ選手権が、gotsoccer.com から、プレミアエリートトーナメントに認定され、ディズニーショーケース。 ジェファーソン杯、ベセスラ、ダラス杯、ワックス、ローリーシュートアウトなど他の高い評価のトーナメントと同等になった。毎年開催されるペンズベリー招待選手権はソフトボールの大会である。27年の歴史があり、国内でこの種の大会としては最大級かつ成長速度の速い大会となった。国内の10以上の州から選手や大学のスカウトが集まってくる。 2006年の場合、78のチームと、225以上のカレッジコーチが参加した。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧、www.veteransqure.org、アメリカンファクトファインダー、 United States Census Bureau, 2008年1月31日閲覧。h t t p f a c d f i n d e r c e n s u s g o v s e r b r e t d p t a b l e y コテキストイコールアドップ &QR ポジエムイコール a c s 2千七7 3イヤー G00DP3 イヤー 3&DS ポジエムイコール a c s 2千七7 3イヤー G00& ツリー ID イコール 3307& リーダローグイコールトゥルーコラーイコールジオサレクトプジオ ID イコール 06000US42 億174万4968 アンド、フォーマットイコールアンド、ラングイコール EN、ハット LMT2015 パークアンドレクレーション、プレゼンテーションツーザローアーメイクフィールド、タウンシップボードオブスーパーバイザーズメイン20、2009、LMT.org、リトリーブド27オクトーバー 2014? ありがとうございます。